イギリス国鉄4型4から6から0蒸気機関車は1950年代に80両が製造されたイギリス国鉄の蒸気機関車。6両が保存されている。20煙突と BR1 バイトタイプの淡水車を持つ75,076号機1951年に導入された本形式は偏在するイギリス国鉄の形状機関車とその前身である。 LMS5 形状機器官車が走行するには、軸重が重すぎる路線での客下両用に設計された。基本的に、イギリス国鉄4型 2-6-4T 状機器官車の大型版で、GWR マナー級と同様の特徴を持つが、マナー級とは異なり、ユニバーサルローディングゲージで作られた。ボイラーバレルの長さは9インチ長くなったが、 タンク機関車と同じランニングギアとほぼ同じ過室、煙室、ボイラーを使用した。スウィンドン、ダービー、ドンカスター各工場の支援により、RA リドルズがブライトン工場で設計作業を行った。80代すべての建設は、イギリス国鉄スウィンドン工場で行われた。スウィンドン工場で製造されているため、本形式と GWR マナー級を使って、 総合テストを実施した。これらの実験の結果は、マナー級での設計が改善された4型の蒸気処理能力が大幅に向上したことを証明した。機関車の重量は67.90トンで、長さ60フィート0インチ、直径5フィート8インチの駆動輪だった。225LBF、イン2の 最大ボイラー圧力で動作する直径18インチと28インチのストロークの2つのシリンダーがあり、25,515LBF の牽引力を生み出した。イギリス国鉄の出力分類は 4MT だった。本形式は、イギリス国鉄の6つの地域のうち、ロンドンのミッドランド地域のルートから形成45両と、西部地域に20両、最後の15両は、 南部地域に割り当てられた。ミッドランド地域に配属された本形式は他の地域に比べ多く割り当てられ、支線や二次ルートの旅客列車や貨物列車など同様に設計された LMS の蒸気機関車と同じ業務を行った。20代の本形式は西部地域に配属され、30代の GWR マナー級蒸気機関車が共に配置されており、 サウスウェールズ支線と二次ルートの急勾配に沿った、百貨混合列車を担当した。南部地域向けは、49.15トンの重量の1バイト型淡水車で、構成され、4725インプガロンの水と7.00、ロングトン石炭を搭載した。これにより、運行可能な線路等級は、イギリス国鉄五形状機機関車と同じ7に減少した。 本形式は6両が機関車が保存され、75,079号機関車を除いて胴体保存になった。2両は保存のためにイギリス国鉄から直接購入した。残りの4両はバリー島にあるウダムブラザーズのスクラップヤードから救助された。現在、本形式の機関車は本線での走行は承認されていないが、保存者のうち3両は何度か本線を走行している。 ありがとうございます。